4人のナポレオン。フランス皇帝。より正確には、フランス人民の皇帝は、ナポレオン・ボナパルトが1804年5月14日に、フランス元老院から授けられ、同年12月2日に、パリのノートルダム大聖堂にて、ナポレオンの提冠で皇帝に退官したことに始まる、ボナパルト朝で用いられた称号である。公するように、フランスの君主ではなく、あくまで、 フランス人民の君主であることを強調した称号であるが日本語訳ではフランス皇帝と縮められることも多いこの称号は皇帝が全フランス人民を国民をそしてフランス全土ではなく共和国を支配することを強調していた古い公式文句であるフランス国王は国王がフランスを個人の所有物として有していたことを指し示していた新たな用語は 立憲君主制を支持している。称号は、フランス共和制の体裁を維持し、かつ、フランス革命後の封建体制の破棄と、国民国家の創立を示し、さらには、自らの皇帝の進化として、対等な国民であるために意図的に作り出された。フランス皇帝の称号は、ナポレオンの大感は、君主制の復活ではなくてフランス第一帝政という、 新たな政治体制の導入を証明することを前提としていた。ナポレオンの統治は、ワーテルローの戦いで敗北した1815年6月22日まで、続き、セントヘルナ島に追放されて収監され、1821年5月5日に死去した。その統治は1814年のフランス復興制並びに、自身のエルバ島追放によって中断されたが、 同地から定位を奪還するために1年以内に脱出し、最終的に敗北して追放される前にさらに94日間皇帝として訓練している。国民議会を解散させることに成功したナポレオンの甥いであるルイナポレオンによる次の1851年のクーデターから1年以内に1852年11月7日の住民投票によって承認されることで、 フランス第二共和制はフランス第二帝政へと移行した。フランス人によって選出されたルイ・ナポレオン大統領は象徴的かつ歴史的な日である1852年12月2日以降に公的にフランス皇帝ナポレオン三世となった。その統治は1870年9月4日まで押し通したが、夫婦戦争中のセダンの戦いで捕虜となった。 それからナポレオン三世は1873年1月9日に死ぬまでイギリスへと亡命することを余儀なくされた。ナポレオン三世の唯一の息子であるナポレオン・ジェーヌ・ルイ・ボナパルトが1879年に創生して以来、ボナパルト家には幾人かのフランス定位請求者がいる。現在の請求者は1997年5月3日に ボナパルト家の当首となったジャンクリストフ・ナポレオンである。フランス皇帝には、ボナパルト家による地理的拡張及び支配領域の多様性を反映した、様々な称号及び請求を有していた。ナポレオン一世皇帝にして陛下、神の恩朝及び共和国の憲法下でのフランス人の皇帝、イタリアの王、ライン同盟及びフランクフルト対抗国の保護者、 ヘルベティア連邦の朝廷者。ナポレオン二世皇帝陛下、神の恩朝及び共和国の憲法下でのフランス人の皇帝。ナポレオン三世皇帝陛下、神の恩朝及び国民の意志によるフランス人の皇帝。ありがとうございます。